皆さんこんばんは、スルベです。蒸気と暗闇の音、1階層目の紫色を遊んでいます。黄色の時の階層と同じように紫色でも相手と属性の色を揃えて、ゲームを進めていきたいと思います。ご覧の通りのラインナップのメンバーを使用して進めていきます。ちょっと紹介しますけどね。1人目は進撃のルルさん。内容次第で、内容を見ての通りなんですけれども、一度に消せるプヨスを3つ増やす、紫限定ではありますけれども、3つ増やすというところも強力ですし、スキルの一旦の間紫属性の攻撃力を5倍にするというエンハンス持ちでもあるので、すごく幅広く、紫に限定して言えばすごく幅広く使っていけるカードというふうに私は捉えています。一旦っていうのはちょっとあれですけどね、大体一旦あれば決着つく戦いっていうのは意外にもありますからね。意外にあるものなので、それで倒せない場合は鏡のラフィソドさんを加えるなりして、2回分スキルを発動するという使い方を選んだりするかなと思います。次に大きいポポイさん。この子は最近私が星7にしたカードなんですけどね。今回初陣を飾るカードになると思います。リーダースキルをちょっと見てみると、ちょっと3連鎖以上でっていうことなのでですね、キラレムさんとかと合わせて大連鎖チャンスに持ち込んで使うとかいうような使い方だったら結構生きてくると思うんですけどね。サポートにするなりな、そういうリーダーにするなりという使い方もできるんですけれども、ちょっと限定的かなというふうには考えています。どちらかといえばスキルの方で生きてくるかな。2ターンの間、星6の時は1ターンの間4連続攻撃でした。味方全体の通常攻撃を通常倍率かからずにですね、1倍で4連続攻撃という内容でした。星7になったら2ターンの間になります。そして攻撃ダメージも 1.2 倍になった上で4連続攻撃。連撃系としても結構ね、使いやすくなりましたね、さらに。星6でも結構使いやすいカードではありましたけれども、さらに星7になって使いやすくなりました。連撃系っていうのは大体硬い敵に対象絞って集中砲火するときとかに結構使ったりしますもんね。エンハンススキル絡めるなりして、通常消しに反応するので、ドアとかそういうワイルド効果とかそういうのとも相性がいいですね。他のカードの内容次第である、そのダメージの内容もまた大きく変わってくるっていう感じのカードになっています。そして次に、にゃんこのウィッチさん。スキル内容を見てみますと、ランダム対象に。このランダム対象にというところがちょっと、制約入ってますけれども、逆に言えば残りの敵が1体とか2体になった場合は、対象が絞られてくるということでもありますからね。使う時っていうのは大体そういう時になってくるかなというふうに考えています。敵が残り少なくなってきた時に、この攻撃かける22の10連続攻撃っていうのが生きてくるかなと。さっき黄色の、ステージ遊んだ時にプヨフェスで入れてた子いたじゃないですか、防術のラフィーナさん。15連撃してくれましたよね。あの子とランダムということを除けば、この子もそれに近しい内容なのでですね、対象人数が少なくなってきたら同じような使い方ができるんじゃないかなというふうに私は期待しているカードです。いつかはこのにゃんこのウィッチさんに性能がよく似ている、あの青色のにゃんこの仕草も星7にしていきたいなというふうには考えていますけれども、ちょっと今のところは未定です。次に鏡のラフィソルさん。
まあ説明ちょっと長いですけれども、フィールドの色ぷよ、ハートボックス、お邪魔ぷよに片ぷよ、まあ特にこの中でもお邪魔ぷよと片ぷよの2つの部分を8コマでプリズムボールというところは美味しいですね。変換お邪魔ぷよとか片ぷよに変換された後、上書きしてプリズムにできるというのでですね、そういう割合ダメージの回避にも一役買ってくれます。まあ、さらにこのターン1回のみ、直後に発動した味方1体のスキルを再度して発動可能です。まあ要するに鏡のラフィソルさんの後に、まあスキルを使ったキャラクターがいたとして、まあスキルを発動したら、そのラフィソルさんの後に使ったキャラクターのスキルが即座に溜まって、もう一度使用することができますよという、そういうカード。まあ現状の環境の中ではこの内容を持っているのは鏡のラフィソルさんのみとなりますのでですね、まあお持ちの方は、まあこういうカードを作ってみるのもまあありかと思います。とことんの塔などで連れていく時も、実際に私鏡のラフィソルさん入れましたけれども、まあ、結構これが応用の幅効くんですよね。そのスキル使ってしまったら、通常だったらまたため直さなきゃいけないと思うんです。でもこの子のこの再度発動するっていうことも含めますとですね、盤面の種類がちょっと変わってくるんですよね。普段なかなか、まあ、ターンの関係上ちょっと入れにくかったりしたカードっていうのをその候補の中に加えるっていう意味でもですね、まあこの子はそういう意味でもちょっと応用の幅の広いカード、まあ今後、今もそうですけど、今後カードが増えていく上でですね、応用の幅の効いてくるカードじゃないかなと私は考えています。そして最後にクールなシェゾさん、まあ目覚めし力シリーズですね。私もあと青いインキュバスさんをマックスにしたら、まあ、全員星7で揃うわけですけれども、まあ、そちらもおいおいやっていきたいと思います。まあ、残念ながら今回上記の候補から外れてしまいましたけど、ね、まあ、着々と勢い育成は進めていますからね。まあ、ダークネスソードというスキルで、このカードの攻撃 ×20 の3連続攻撃を与えるのと、そのダメージに見合った分の回復を狙えるというんですね。まあ、なのでまあ相手が前立てとかの時に使うのは禁物です。あの攻撃ダメージなので、相手に与えるダメージが小さかったら、その中の、まあその与えるダメージがまあ例えば1000ぐらいで済んでしまったら、もう本当にビビたる回復量になってしまうのでですね、まあ万全な、まあ与えるダメージがまあ大きい時、まあそういう前立てとか、まあ回復量減少、まあ回復量減少関係ないか、前立てとかが溶けた瞬間に使ったりするような感じになりますかね。で、その時に回復も同時にしてしまおうという、そういうカードになります。ちょっと説明長くなってしまいましたけどね。まあ、そうですね、まあ紫色のステージを遊んでいきたいと思います。まあ、今回こんな感じで遊びますけれども、もしこれで詰まるように、まあ何度か遊んで、ね、攻略するのが難しいなと感じたときは、またちょっとデッキを組み直してみたいと思います。その時はその時。まあ、このあたりはどうしても盤面の運もちょっと影響してくるときはありますからね。広くてきて言えます。スペクルの利用するのも方法です。ちょっと今の内容だと盤面揃ってませんでしたからね。あ、ちなみに私タッチペンで操作してます。強く遊ぶとき。それだとあれかな。あ、その緑は残してもいいかな。まあ今あれじゃないのかな。
ここは青消したら、ね、そう緑っていう。まあ、ここもちょっと遠隔操作していきましょうか。赤ちょっとここで赤は残したいからね、下の方。これでまあ緑は迷っちゃうかな。横にスライドして、できるだけ青を揃えたい。そこで、そこで青を揃えたらもう謎力士のように揃いますからね。あ、いい具合に揃った。ていくので紫っていう、まあ、紫しましたね。今度これ取り消えたか。あ、ハビタさん出てない。まあ一応続けてみます。ハビダさんに出るのは増えたけど、まあこれは苦戦する。というより厳しいのに。めっちゃ踏みできなかった。あ、揃った。よかった。今はちょっとそのシゾさんはダメだよな。回復。回復関係ないのか。相手に盾とかないな。それが一番いい。あ、盾ないね。まずはこの子で、まあ、回復量上げません。上げましょう。ここは。それは使いたい。回復したいか。あ、よかった。回復量全員は関係ないね。こういった、これで回復。そしてまあもう一回使えるようになるわけですね。生き残ってももう一回。あ、終わった終わった思った以上に早く終わった。まあこんな風な戦い方もできるわけですね。いや、まあまあネク編のように入れ忘れてたっていうことはありましたけれども、まあどうにかクリアできました。まあ今回本当に運が良かった。まあそっちの方のダメージはあれでしたけどね。よし、これで、まあ、銀貨も10個揃ったので、セーラームーンさんも上げる切ってしまいましょうか。あとは、
緑は今ね、まあやっぱりね、星7、まあ何度上げてもですね、どのキャラが上がっね、ランクとかそういうワイルドさんのコストとかそういうの関係なくですね、星7迎えた瞬間っていうのはいつだっていいもんですよね、やっぱり。まずクヨフェスで誰かな、緑だったから今回イスティオさんあげる、ちょうど5枚揃ういるんだ。まあ自動回復も持ってますからね、その子。それだね。セーラームーンは痛いと。スーパーセーラームーンがエターナルセーラームーンって名前も変わるんですね。他の子もエターナルになってます。で、エターナルセーラームーンになる。名前変わるんです。まあ、やがてはこの子も300プラスマスにしてしまおうかな。うん。いずれはね、準備が整ったんですよ。黄色。よし、これでセーラームーンさんも星7になりました。うん、マックス7かと。まあ、マックス、まあ、大成功になる場合もありますから、一応途中で止めてるんですよ。その方が節約になる。まあ、全部使わんといかんときは、もう全部使うと割り切りますけどね。まあ、全部使うしかない。まあ、今回普通の成功だと。まあ、これにプラスマを合わせればだいたい体力7400くらいなのか、攻撃は500上がってるので3800、回復は200上がるのでまあ1283くらいか、うん、まあいくらか上がってますから、まあ若干の誤差は出ますけどね。まあそんなとこです。まあ、リーダースキルの方もまあこんな感じですね。まあ、私もまだ使ったことないのでですね、そのプリズムボールをなんか作っ、プリズムボール、まあ、5属性あったら5属性分、5属性 ×2 のプリズムボールに変えて、色ぷよとプリズムボールすべて消すの部分がよくわからないです。プリズムボール消した分のダメージとして相手に与えるのかな。ちょっとそのあたりは説明だけじゃ何とも言えないのでね。まあ、攻撃回復 1.4 倍にした上でプリズムボール10個を消すというふうに考えたらいいのかな。場面リセットとかもつくのかな。まあなんかその説明だけだとなんかいろいろ疑問が浮かぶんですよね。ピンとこないところが。ちょっとそこばっかりは使ってみないとわからないですね。でもなんか風の噂で聞いたところ、なんか結構応用の幅が効くカードだとかなんとか聞きますけどね。まあ急の方のセーラームーンさん。まあ、40のコストの方のセーラームーンさんもいますけれども、まあ、そちらとまた差別化を図りながら使っていきたいなと思っています。こちらは40の。ワイルドさん40で。ワイルドさん40でね、起用することができるカード。さあ、こんなところで紫も終わりましたのでね。まあ、次回はどっちに行くか分かりませんけれど、レベル2に挑んでみるか、それともね、ちょっと迷うところですけれども、まあ、準備ができ次第、まあ、やるからには準備ができ次第挑戦していきたいと思います。それでは、どうもありがとうございました。失礼します。